まあ、やってもというような守備体系。詰まった当たり、レフト伸びていく、伸びていって、伸びていって入りました。山田哲人、超打開するか。この森岡の夜空に白球をかけました。今シーズンの第9号、先制のスリーランホームラン。最後は風に乗ったでしょうか。それもあるけどね、うまくさばいたというか、バッティング的にはそんな決して気持ちよく振ってる感じじゃないんですけど、ね、ちょっと窮屈な当たりをうまく捉えましたね、はい、ここがあった分入ったのかなと思いますね。私も思わずちょっと詰まったのかなと思ったんですけども、ね、うん、インコースの、まあ、難しいボールですけど、畳んでうまく打ちましたね、子供たちも待っていたホームラン、こういったいいきっかけになるといいですよね、今のがね。決して甘いボールではないですもんね。そうですね、なんかピッチャーを攻めきれないというかね、はい、投げた方もそんなに悪いボールじゃないっていうところですよね。